ジャパン。ロンスケのタモト。ドン。ロン。はい、で今回モノマネプロ野球大会ということで、ここにね4人のモノマネの選手たち、精鋭たちが来てくれて、1人はちょっとどうでもいいんですけど、どうでもいい。3名あの本当にガチガチの芸人さんが違う。おお。すごい。俺でも分かる人いる。誰？桑田さん。おお。この大道手でも分かる。あ、さすがにそのじゃない。大道さん。早速ね、お呼びしていきましょう。秋山翔吾選手。どうも、こんにちは。おー、来た。秋山翔吾。秋山翔吾さんの翔吾なんですよ。そうですね、守備が翔吾レベル。翔吾。続いて、アスエ選手。うわー、似てる。似てるわ。マジ似てる。やばいよね。やばい。ロッテファンだからこれ。すげー。熱いよね。マジか、似てる。ここで似てるもん。カメラ、それぐらい見たことないんだよ、ほんま。今井選手のモノマネをしてるアスエさんでございます。おー。最後、かの有名な、桑田。マスニ選手です。うおー、レジェンド、9回の大エース。似すぎ、めっちゃ似てる。似てる、似すぎ。深くかぶってるとこめっちゃ似てるよ。グローブのワッペってとこもガチっすよ。これあの本物ですね。94年に桑田さんが使った同じモデル。うーわ、こだわりがすごい。サインいただいてます。うわ、じゃあ後でこれ僕がいただいて、これ商売動画。前回試合の様子をちょっと、ちょ待て、ちょ待て、マジ。あ、俺、ニセカワハルキです。全然出ねえ。せめてサングラスしとけ。前回野球大会をね、映像をお送りしたんですけれども、今回本当にモノマネの方ガチガチで見せていただく。恥ずかしいですけどね、うちのモノマネのエースもちょっと参加させていただくということで。意外とお前できるからね、モノマネ。そうなんです、本当にこいつ幅広くできる。ちょっと今、なんとなく言ってもらっていいですか。じゃあ、坂本隼人。あ、いいですね。じゃこのアスエさん、アスエ選手なんですけれども、細かいアナウンスとかもやってくれて、やりましょうか。坂本選手、坂本さん。お、できるの、やばいです。三回回のチャンスの三三だ。少々と坂本。めっちゃすごい。やばい。細かい。坂本さん、坂本さん。シントラ感すげえ。ああ。オッケー。始めましょうか。よっしゃ。じゃあ桑田さんお願いします。聞いた、出た。これやばいな。名シーンのやつや。じゃあ簡単なやつで、はい、90年代のベースボールカードになっている桑田真澄選手の首の傾きを再現します。全然簡単じゃないです。全然簡単じゃない。首の傾すごい、ガチガチで。ノリさん、吸収しないと、吸収。マジでやばい。やばいよ、これ。めっちゃ似てるって、これ。やばい。やば。これやばいわ。やばいわ。おもろ。プロってこういうことなんですか。決め球いきます、決め球。1994年、日本シリーズ。最終バッターを一人、変なガッツポーズを決める牧原ひろみ投手。自分で選んだ。なんかテレビで見たことある。カタンと落ちるし。じゃあ続いて秋山翔吾選手。3回の裏、ライオンズの攻撃は1番センター秋山。おい、ここ受け取る。うわ、似てる。秋山に似てるな。うわ、似てるな。うわ、似てる。すごい、マジで。やばい、やばい。芸人でもなんでもなくて、彼は新聞記者なんですけど。マジっすか。それでは、アスエ選手です。選手の真似じゃなくて、ウグイス嬢の真似なんです。ロッテの大先輩、サブローさんの最後の打席を言う、ヤニホーさん。熱いやつや。チャ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 。9回の裏、千葉ロッテマリーンズの攻撃は4番ライトサブロー。長い。結構やってます。東京ドームと神宮とゾゾマリンは僕が今練習して。神宮はどんな感じなの。神宮はですね、早口で選手名を言っちゃう神宮球場のウグイス嬢、スタメンの。1回の裏、スワローズの攻撃は1
1番セカンド山田、1番セカンド山田ゴーゴー鉄道東京都からお越しの佐々木様25番インフォメーションセンターまでお越しくださいませ。すごいすごいやばいよ。5階の裏のフランスの攻撃は1番少々坂本すげーエコーがめっちゃ本当にエコーみたいな。エコーすごい新聞記者ではない。僕はね、違うんです。僕は教員関係で芸人さんじゃない。芸人さんじゃない。最後、夢の共演させていただこう。ピッチャークワタバナナやってもらってバッターさんやってもらって、夢の共演で行きましょう。お願いします。これすごいな。ジャイアンツのピッチャークワタ、ピッチャークワタ背番号18、キャッチャーはジョージマ、キャッチャーはジョージマ背番号2、バッターは1番センター秋山翔吾。ピッチャークワタめっちゃサインが見にくい城島。城島サインなし。じゃあまたサインに頷かない。なかなかサインが決まらない。はい、決まった。さあピッチャーまた振りかぶって第1球を投げた。打った。オッケー。レフトバック、レフトガードバック、ガードバック、はい、はい、入ったー。ホームラン。はい、ありがとうございます。うわーすごい、すげー。ここめっちゃ似てましたよ。一番自信あるのはどれですか？中田翔さあ、そう眉間の感じね。ポール際緊張するわね、プロの人に。そうまあ、松田の方がいいか。うん、そう。あの、じゃあ青木の位置か。青木むずいな。やったことない。ゴーゴー青木の位置か。いってる。じゃあ甲子園で1回戦あたりで代打で出てくる選手。めっちゃむずい。夏あれ、正しい。ああ、勢いがある。めっちゃ緊張してる。感じ出てくる。めっちゃ臨場感。声もすごい似てるんですよね。してアナウンス、ね、まあね、こういうのやらせてもらったら本当幸せですね。新聞記者さんなのに秋山さんもすごい。あのこのモノマネプロ野球なんですけど、毎週この球場でやってるみたいなんで、皆さん見に来た方がいればギャラリーとしては大丈夫です。じゃあ無料です。無料で見れるみたいなので、ぜひ皆さん、僕のブログを見てもらえたら日程が出てますので、はい、詳しくはマスニさんのブログをチェックということで、はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。
これ、メガネ壊れた。壊れた。